クションです。はい、こんばんは、小坂です。はい、日本サイク始まります。お待たせしました。今日もよろしくお願いします。はい、どうも。また荒川の方で今日、はい、今月も、そうですね、3月ということで、すっかり春になってきて、そうですね、暑いですね、はい、まあもし暑かったら今暖房入ってますんで、あ、切りました、あ、切りました、ちょっと暑いですよね。はい、ということでですね、ちょっと私すごい勘違いしてまして、今年が5周年記念だったみたいです。あ、来年、今年があったみたいです。去年が5周年じゃなくて、実は今年が、なるほど、すみませんでした。ちょうどこの今頃から日本サイクスタートして5周年ということで、はい、まあ、引き続きよろしくお願いします。お願いします。で、なんか告知の方ございますか。はい、まあ、告知はまだはっきり決まってないんですね、はい、具体的に言えないんですけど、はい、地上波のテレビに出る方向になってましてですね、はいはい、ここ2、3日ではっきりと決まるんでですね、はい、決まりましたらFacebook で、はい、まあ、日時と書きますのでですね、はい、まあ、非常にいい時間帯に、そうですね、月曜日のいい時間帯にですね、はい、やる、多くの人に見てもらえる時間帯で、はい、日頃、あ、そうか、チャンネル登録ですね、大丈夫ですね。ここには実は私、はい、私から何の番組か見えてますけど、はい、皆さんには教えません、はい、日頃取り組んでいる問題について、はい、まあ、現場での取材と、あとスタジオにも行って、いろんな話をすると、いいですね、はい、まあ、現場でテレビ出演したのはよくたくさんあるんですけど、はいはい、スタジオに行って話すのは初めてなんでですね、はいはい、これが企画会議が取ればいいなというふうに思って、ね、あと編集という間の手がありますね。そうですね、編集でどんだけ切られるか、そうですね、はい、そんな話がありますので、はい、また告知しますので、ぜひ、はい、はい、あともう一つ、あとですね、もう一つがですね、こちらはですね、今日会場にもいらしている千田さんが司会をですね、はい、される形で、まあ、いつも会を番組主催して、この番組を迎えてくださった千田さんですね、はい、で、名越二良之助先生をしのぶということでですね、はい、第1部が井上和彦さん、まあ、軍事安全保障外交問題ジャーナリストですね、はい、基調講演をしていただいて、はい、まあ、第2部が井上さんと江崎さん、評論家らですね、あと村田さん、村田春樹さん、自治基本条例に反対する市民の会と、で、はい、千田さんが司会をするという形で、東京のですね、乃木神社ですね、はい、勝負館道場というところで、4月8日の土曜日の13時半から、はい、開催ということですので、はい、ぜひお越しいただければ乃木神社で、そうですね、乃木神社でですね、はい、はい、思いますね、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。はい、まあ、千田さんね、2度ほど番組にも出てくださって、ね、そうですね、彼が司会ということで、はい、ぜひ皆さんお時間ある方はよろしくお願いします。お願いします。あとは、あとは私の方ですか。はい、じゃあ私の方は、まあ、1点だけ、前から言ってました、総合格闘が、グラップラーバキの、モデルとなった平直之さんと、まあ、私が司会させていただきますけども、はい、これの日時が決まったんですけども、4月29日の祭日ですね、これ昭和の日、そうそうです、そうです、はい、で、神事を行いまして、ちょっとその後に講演会ということで私司会でやらせていただくんですけど、ちょっとまだ会場がですね、正直まだ決まってないんですよ。決まってないというか、2箇所どっちにするかっていうことで今調整中なんですけども、まあ、もしご興味のある方、ただ今回玉串料っていうんですかね、あれがちょっと1000円か2000円かかってしまいますけども、なかなかね、今前いろんなこと平さんもやってましてですね、セミナーを行ってるんですけど、話をするっていう機会はあんまないんで、まあ、ぜひお時間ある方、まあ、伝説の格闘家でグラップラーバキというね漫画のモデルにもなりましたから、今日またチームデートの方がいっぱい、格闘家の皆さんがいっぱい来られてますけどね、ありがたいですね。そういうことで、もしお時間ある方ぜひお越しください、はいはい、何人ぐらいの会場でやるんですか。会場がそんな多くないんですよ、40人ぐらいなんで、もう早い者勝ちというか、まあ、そういうすぐ満員になっちゃう、ね、そうですね、満員にしたいですね、なんとかね、まあ、大概人気あるんで、やはりそんだけもう活動した人なんで、選手としてすごい有名な方なんで、まあ、そこそこはちゃんと入ると思いますけどね。なるほど、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ本題に入るということで、はい、まあ、4ヶ月に1回杉並公演、杉並公開収録ですけど、前々回、はい、ちょうど大統領選の前に出ていただいて、ヒランプというね、流行語を生み出してくださった方がまた一切出てくださることになりました。はい、西田ゆずる先生、どうぞお願いします。
どうもお願いします。お久しぶりです、はい、ありがとうございます。こちら今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ヒランプでしたねヒランプ良かったですねあれね。ヒランプの戦いでしたね。そうですね、本当に戦いでしたね。そのあたりも振り返ったりとか、まあ、ちょっと何点か私の方も聞きたいことがあるんで、ぜひ今日はまたよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、その前にですね、先ほどちょっとフェイスブック見たら、今日のイベントのスレッドがあるんですよ、はい、そこに田沼隆先生から同志ので残念ながら私は、今日出席できませんが、西田節が炸裂することを楽しみにしておりますそんな書き込みがありましたんでよろしくお願いします。はい、そうか、昨日は夜杉田先生とご一緒してたんですね、ああそうですか。久しぶりにですね、今でも田沼先生も杉田先生も、はい、当時次世代を作っていた人間は、はい、月1回は、はい、できるだけみんなで集まろうと、山田先生も現職になられましたから、はい、取っていただいて集まって、はい、おります。それとは別で昨日は、あ、それとは別に久しぶりに杉田さんと会いましたね、はい、はいはい、忙しそうでした。ああそうですよね、世界中駆け回ってますね。世界中駆け巡って、また新しい本も一冊、今書いてらっしゃるということで、はい、本当に忙しい。またですか、また新たに、また新たに、この間出したばっかりこの間産経出版から出された、そうですよね、合わせてまた、ああすごいですね、大活躍です。わかりました、なるほど。ですね、まあこの間の大統領選の前の話だったんで、はい、結果がこういう形になってね、うん、早速も本題に行っちゃいますけど、はい、どういう感想を持たれました。ロシアのプーチンともあったし、そのあたりにちょっとお話を聞いて、ちょっと次の話聞きたいなと思うんですけど、ね、はい、もう私が特にその外交の専門家ということではないで、はい、ないですけれども、はい、やっぱり、クリントンが良かったのかトランプが良かったのか、はい、という比較でしかないと思うんで、100% トランプが良かったと。はいはい、そうですね。例えばそのじゃあアメリカ大統領としてと、いうことで見たときに、例えば、ヒラリーが、日本にとって、プラス10点ですっていうふうに考えれば、はい、じゃあトランプはプラス15点ですって考えれば、相対的に見ればトランプの方が5点上なんですね。はいはい、トランプのことを例えばこう極端だ、今の報道もそうですけれども、いろいろ言われてますけれども、はい、これはとんでもない大統領だなってよく言いますけれども、はい、クリントンとトランプ、ヒラリーとトランプを比べれば、はい、圧倒的に私はトランプ大統領になっていただいてよかったんじゃないですか、はい、というふうに確信をしております。そっちの方はまともですね。とてもまともですね。とてもまともだと思いますし、やっぱり日米の関係、だけっていうことではやっぱないでしょうから、はい、米中、米ロ、日中、日ロ、はい、いろんなこう多国間の関係の中で、やっぱり日米同盟 その重要度を、はい、今まで以上にこうトランプ大統領になったことで、こうなんて言いますか、強く認識していただいてるんじゃないかなっていうふうに私は思います、はいはい、じゃあ結果は日本のためには、まあ、今の時点で良かったのっていう感じ。これからですね、はい、ただやっぱりそのかといって、はい、トランプ大統領のことをこう何と言いますか、強心的に、支持するなんてことはやっぱりやっちゃ、いけないと思うんですね、うんうん、この政策、この分野においてはトランプ大統領の政策はいいけれども、この分野に関してはダメと、例えば TPP 交渉について、はい、こういう形の結論を出されたことは評価するけれども、はい、その他の、米韓外交については評価しないとか、はい、個々の政策ごとにやっぱりきちんと評価していくことが大事なのかなというふうに思います、はい、アメリカの車は無理やり買わせようとするわけのわからないと言ってますからねあんなもん日本人が買うかっていう話アメ車ですか。アメ車、小坂先生アメ車に乗られたと。あ、いやいやいや、しない、特にしないですけど、はい、で西田先生の、はい、その観点からでいいんですけど、今まで そのアメリカの大統領で西田先生が好きな大統領って誰ですか。それはもう別に政策的に何でもいいんです、もうただ見た目でも何でも見た目っていうのはないですね、やっぱ、はい、こう振り返ってみるとレーガンはいいですよね。ああやっぱりレーガンですか、はいはい、いいですね、はい、いいと思います。やっぱりこう、はい、ソ連を叩きのめしたっていうところ、はい、これは非常にすごいことだろうなと思います、はい、ただこの選挙を自分の、選挙を戦う上で参考にしたのはやっぱりオバマですね。
オバマ、オバマの選挙は参考をお願いします、はい、オバマの選挙のやり方とかいうことじゃなく、やっぱり、はい、あのオバマの演説力というのはとても、うん、あの参考になって、特にあの2004年のオバマが、こう注目を浴びるきっかけになった民主党大会での演説、はいはい、というのはですね、その手法っていうのはやっぱり、これ政策云々じゃなく、うん、これはですね、あの自分も身につけたいっていうふうに思いました、はいはい、日本の政治家ってこういろんなとこで演説するときに必ず、いや皆さんこんにちは、今日はお忙しい中、いや足元悪い中お集まりいただきまして、はい、ありがとうございます、はい、とか言うじゃないですか、はい、でも、まあ、オバマはしかり、結構アメリカの政治家ってそんなこと言わないんですね。今日皆さんが集まったのは、あの決して私の選挙のためじゃないって、このアメリカの未来のために集まったんだ、うん、ありがとうって言うんですよ、はい、もうそこから違うんですね、はいはいはい、やっぱりこういったこの演説のやり方、はい、やっぱり政治家のこの武器ですから、はい、あの選挙活動の武器としての演説力っていうのは非常にオバマに、はい、これ学ぶことが多かったなと思います、いろんなことを繰り返し繰り返しこう、はい、あの韻を踏むようにこう話していくこととかですね、うん、はい、こう青いブルーステーツ、レッドステーツではないんだと、ユナイテッドステーツなんだとかですね、こううまいですね、言い方は。なるほど。分断、アメリカは分断あのしてる、そういう輩に影響されちゃいけないんだっていうですね、ちとも中身のあることじゃないですよ、中身はないんですけど、はい、やっぱり聞いてる方々をこう熱狂させるっていうのが非常に大事なんだろうな、はい、手法、はい、手法ですね。おそらく多分ヒトラーとかものすごく勉強してるはずですよ。ああのそのブレーマですね、はいはい、なぜ、ヒトラーがああいう民主的な形で、ドイツで、全体主義の体制にまで持っていくことができたのかって、やっぱり一つ演説力でしたから、はい、あの名もなき頃からですね、はい、もう演説力が買われて、あのナチスをこう大きくしていくわけですね、はい、我が闘争を見るとですね、ヒトラーってこんなあの人間か、これも政策云々別としてやっぱり政治家として、はい、あの結構やっぱすごいなっていうふうに思います、はい、選挙も私も戦う上でですね、結構ですね、ですからそういった意味ではあのいわゆるレーガンのじゃあ選挙のやり方で勉強になるところあるかって言ったらそうはないですし、タイプが違いますね、別に私はあのメディアにどんどん登場してるわけでもないですし、参考にはならないです、はい、ですけれどもやっぱりああいうオバマとかあるいはヒトラーとかの選挙のやり方っていうのは、はい、こう地盤看板カバンなしでこれまで来てましたから、はい、そこは学ぶべきところあるんじゃないかなと思いました、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、あの2人もね、我々もそれちょっと見習ってね、あの決して政策とか政治理念を学んじゃいけないですね、はい、はい、わかりました、はい、レーニンもすごいんです、レーニンです、はい、あのレーニン全集っていう本、古本屋に行けばもう並んでるんですけど、はい、確かですね45、6巻あるんですね、45、6巻本が熱いやつが、はい、いや読まないです読まないですけど読もうと思って、買いました。あ、持ってるんですか、先生、買いました、すごいですね、あのなんと言いますかですね、古本屋に10巻ぐらい並んでたんですね、はい、でいくらだったかな、8000円ぐらいだったんですね、はい、あ、レーニン全集10巻で8000か、うん、時間があるときに一つちょっと読んでみるかと、で聞いたら、レーニン全集5巻がですね、はい、秀逸らしいですね、あのですのでレーニン全集5巻があるわけですが、そのためにでもこの全集買うのはいいだろうと思って10冊だと思ってたらですね、はい、これくださいって言ったら奥から出るわ出るわですレディン全集今度40何巻もあるんですか、あ、そのセットで何千円だった、8000円、8000円だったと思うんですね、はいはいはい、びっくりしました、もう、はい、電車で来てたんでですね、もうあの持ち帰るの断念しましたけど、はいはい、そっちまで持っていくとこうひょこひょこしながら持ち帰るんですけど、はい、これも手が切れると思って、はい、駅に行く途中のコンビニで送りましたけど、はい、場所取ります。それともう一つ、はいはい、想定外はですね、あのやっぱりうちの事務所に来る方が、あれ西田さんって、レーニンを尊敬してらっしゃるんですかって、それは言われますよね。言われますね。ですから、あんまりこう目立たないところに交換しておかないと、はい、来る支援者の方々に誤解、ね、誤解を受けてしまう。で、何がこのレーニン全集で言いたかったかって、はいはい、じゃあですね、自分の全集を40数巻も出す政治家が他いるかってことなんですね、はい、ものすごいですよ、
動乱の 時代にあって、現実にいろんな対応もしながらですね、政治をやりながら、一方でその40冊を超える全集をまとめ上げるっていうその能力ですかね、はい、これもすごいなってやっぱり思いましたね。それ本人が書いたんです。本人が書いてるんですよ。間違いなく。間違いなく。よくそういうのってゴーストライターとか周りが書いてたりとかあるじゃないですか。ありますね。ですけどレーニンは書いてたっていうふうに教わってるんです。これすごいよなって。ゴーストライターでもいいです。ゴーストライターがいても45冊書くんです。ただし繰り返しになりますが、決してそのレーニンを政治家の使徒するとか、ね、そういったことはあってはそうですね。それだったら大変なことになっちゃうんですよね。ならないですね。やっぱりその、はい、自分の理想のためにその国民を、はい、皆殺しにしていく、はい、わけですから、はい、こういったことをやっぱ繰り返さないために、はい、学ぶ必要あろうかと思いますけど、はい、それにこう浸水しちゃダメでしょうね、はい、20世紀最大の過ちですからね。過ちですね。共産主義はですね、やっぱり最近ようやく著作も出てきてるんで読みたいんですけれども、そのウクライナでの大虐殺とかですね、そういったことを、その何と言いますか、規模が違いすぎるんですね、はい、6000万人とかですね。うん、想像つかないですもんね。6000万人失礼、3000万人かな、3000万人って言ったかな。あるいはその派生、とも言えるのが、中国の文化大革命の時代ですけど、はい、中国も自国民の虐殺を中国の、はい、国家権力が行うわけですね、はい、あるいは、身近で言うとカンボジアのこと、はい、これ300人規模だったと、300万人、はい、人規模だったと、はい、あるいはエチオピアの、メンディス共産主義政権できましたが、それも自国民の虐殺を、うん、やっていくって、やっぱりこれ本当にこれ、繰り返してはいけないっていう人類の大きな、なんと言いますかですね、教訓ですね。つくづくもそれはもう思っとかなきゃいけないです、うん、なんで日本にだから共産党っていう名前の党が存続してるのかっていうのは本当七不思議なことですよ、はい、そうですね。破壊活動防止法の監視対象になってるのに、議席を持てるという、なんででしょうね。こうやっぱりこれ敗戦後ですよね。敗戦後、共産党が解放されますでしょ、でその後またこう弾圧を受けるんだけど、その一瞬の感激を縫ってハッと浸透しましたよね、はい、国中に。そうですね。私法務委員会の話前もしましたけれども、はい、やっぱり、共産党をいかにして叩くかといったことは国会でも非常に大事なことだなと思って、はい、法務委員会は共産党いなかったんですね、はい、ですから、野心もなくですね、健全な環境で共産党を叩けたので非常に良かったんですけど、はい、先生がおっしゃったその破防法の監視対象ということの確認もしましたけれども、結局破防法はもう完全に形骸化、まあそうですね、形骸化してますよね。オウムの事件の時も、結局その破防法を適用できなかったんですね、ですから破防法のいわゆる事務方というのは公安調査庁になるんですけれども、はいはい、公安調査庁の職員はもう本当にいろんなことを調べて、潜入捜査いろんなことをしながら頑張って、これはもう破防法適用したいって思ってるんですけども、はい、挙げてもですね、公安審査会っていうのが上にあって、そこで認められないと破防法が適用できないんですね、はいはいはい、でオウムの時もそうなんですけど、公安審査会が否決するんです、はい、理由は分かりません。分からない。分かりません。もう完全に盲腸組織です、公安審査会は、うんうん、戦後すぐできた破防法、非常にいい法律です。当たり前のこの、国民の安全、国の治安、はい、この地域社会の安定を守る上でも大事な法律なんですけれども、オウムにすら適用できない。なるほど。共産党もこうして、勢力を伸ばしていると、はい、沖縄なんか行けばですね、もう公安調査庁のこれ敗北ですよ。あれはですね、そうですね、ひどいですね。あるいは北朝鮮の問題しかり、はい、朝鮮総連だって破防法を適用するべきです、はい、十分破防法の適用を、うん、適用をできる団体です、はい、日本に向けてミサイルを撃つわけですし、はい、拉致殺害するわけですから、はい、国民を、うん、ですけれども法律ができて、一度も適用されています。そうですね、歯がゆいですね。なんかね、北朝鮮の国会議員に当たる人間が6人朝鮮総連にいるんですよね、そんな組織ですよね。6人いるんですよ、兼ねてるんですよ、朝鮮総連の幹部と北朝鮮の、まあ、国会議員的な、はいはいはい、そんなのがいる組織です。ふざけてますね。だから法
法律って作ることがまず大事ですけれども、はい、どう運用するかっていうのが大事なんですね、はい、日本の安全保障では法律を作ってない不備がいっぱいあると、はい、あるいはこの間もお話ししたんじゃないかと思うんですが、刑法のこの外観罪の部分でも、はい、85条に昔は官庁罪、うん、敵国と通報し官庁をなしたる者は死刑もしくは無期懲役にするという立派な官庁罪があったんですが、戦後それを廃止しました、はいはい、もう日本は戦争を放棄したから、はい、そういう官庁罪は必要ないんだということで、はい、廃止をするわけですけれども、はい、官庁罪っていうのはその戦争の時だけじゃなく、はい、こう平和な時にどう防ぐかっていう意味で戦時と平時両方に適用される法律なんですね、はいはい、で当然外観罪で敵国と通謀して日本に武力攻撃をさせたものとか、あるいはそういう戦争に戦時に関わるような条文が削除されたのは分かるんですが、平時のこの情報国防になってた官庁罪85条これを削除したのは大きな、うん、マイナス、つまりそういう法律がないってい う不備と、もう一つは破防法のようにあっても運用できないという不備、はい、日本の国防、当然この軍事国防の部分と物理的国防ですね、物理的な国防の部分と情報国防って日本柱でやってるわけですけども、はい、特にこの情報国防の不備が非常に他の国家に比べて、はい、進んでないという状況なんですね、はい、共産党の話、共産党がなぜ日本でこんな大手を振ってですね、はい、活動しているかの一つの根拠にはなろうかなと思います、はい、うん、まあ、日本がそれだけ平和ってことなんですかね、平和ボケしちゃってるってことなんですかね、ある意味今瞬間、この瞬間は平和ですよね、うん、本当平和だと思います。今もね、この間もミサイルやってるのに今森友学園に騒いじゃってるじゃないですか国会は機能停止してますね、もう大事なこといっぱい決めなきゃならないのに大体もう今年になって3つですよね、トランプ大統領のことと、はい、小池都知事のことと、はい、で最近は森友学園、そうですね、それでもうなんかもう番組作れちゃいますもんね、それだけで同じことばっかりず、全ての曲が繰り返しですからね、あればっか見てるとどんどんバカになりますねそれと国内はまだいいですけれども、トランプ大統領のことはあまりこうきちんと報道してない印象がありました、はい、先月末にワシントンに行ってきたんですね、ワシントンの先月、はい、ちょうど2月の最終週でしたけども、CPAC って言いまして、コンサバティブポリティクスアクションカンファレンス、日本語に訳すはい、アメリカの、はい、保守派の、はい、政治集会っていう、はいはい、それワシントン DC ですか、 DC で、DC からちょっと行ったですね、ナショナルハーバーっていう、お台場みたいに今整備しているところがあってですね、そこの会議場、日本でいうと東京ビッグサイト、はい、メッセの場所、はい、で4日間にわたって開かれたんですね、あ、4日間です、4日間すごい政治イベントですね、アメリカで最大 の、 保守系政治集会というのが一番いい略かもしれません、あ、じゃあそれはアメリカだけじゃなくて海外からも来るんですか、保守系、ほとんどはやっぱりアメリカ自国民が、アメリカで、そのいわゆる保守コンサバティブの旗を掲げて活動していらっしゃるいろんな、個人も団体も含めてたくさん来てますし、はい、ちょっと私の前に座ってたのはイギリスのブレグジットイギリス独立党の党首だったファラージが私の前にちょうど座っててですね、はいはい、有名なんですね、やっぱりみんなこう握手しに来 て、はい、来てたり、あとはフランス国民先生の幹部、私よく知らなかったんですが、はい、その方がいたり、オランダやオーストリアの、はいはい、右派の方々もこういらっしゃってたやに伺いました、ですけど、はい、ほとんどもうそんな海外からなんていないですよ、ほとんどもアメリカをどうするかの、その、はい、保守の大会です、ね、なるほど、そうですよね、うん、ですけどやっぱりそうやって他国からも特にヨーロッパは関心を持って、はい、参加される政治家の方が、はい、ちらほら、ちらほら見えるということですね、はいはい、でそこにトランプ大統領もちゃんと来て、来たんですか、来て演説されました、はいはい、前日はペンス副大統領がいらっしゃって挨拶されましたし、はい、私はその前夜祭のようなカクテルパーティーにも参加させていただいたんですけど、はいはい、そこには大統領副大統領、まあ、当然警備の都合もあっていらっしゃらなかったんですけど、コンウェイ大統領顧問がいらっしゃいました、ね、はいはいはい、コンウェイさんって女性でですね、イバンカ、ブランドが、
デパートで不当な扱いを受けたので皆さん買ってくださいって、はいはい、とんでもなくとんちんかなことを言って、はいはい、叩かれた方いらっしゃいましたね。その方が派手なドレスで、はい、いらっしゃいましたね、はい、ですから非常にそういう意味ではあの、うん、刺激的なパーティーだったんですけども、はいはい、な何があれかってですね、まず一つトランプ大統領大人気ですよ、やっぱりその、うん、あのそういう保守の方々の間でしょうね、スタンディングオベーションが、うん、終わらないっていう感じ、はいはい、USA コールが鳴り響きスタンディングオベーションで迎え、はい、40分ちょっとの演説ですけれど も、 もうみんな座ったり立ったり座ったり立ったり何回やるたびに拍手スタンディングオベーションです。いやすごいやっぱり熱気だなっていうのが一つありました、はい、それともう一つは参加してらっしゃる方 の、 この当事者意識の高さですね、はい、家族連れの方が非常に多いです。あ、日本の政治集会家族連れなんてめったにないですよ ね、 そうですよね。ご夫婦でっていうのはありますけど、はい、そこにあの小学生中学生高校生ぐらいのお子さんを連れていらっしゃるとかなかなかないですよね、はい、若い女性も多いですし若い男性学生も多いです、はい、私がちょっとあの会場の外で、こう休んでるとですねフロリダから来た、学生さんがですね、はい、こう私のこうネームプレートを見てあ日本からですかって話をするんですね、はい、あなたはって聞いたらフロリダって、はい、いいな日本はって、まあ、そういう世間話をしているうちに、はい、彼はですね雪を見たことがないと。ああフロリダですか、ね、フロリダですか、 うわすごいなと思って、雪を見たことがないのがすごいんじゃなくて、はい、フロリダからワシントン DC に政治集会に来る時間とお金があるんであれば、普通だったらカナダにスキーに行こうかなっていうのが、あの年代の10代後半、20代前半 の、 あの感覚が当たり前だなっていうのが日本の感覚です。はい、はい、雪を見たことなんかなくて自分は雪 を、 あの雪を見たいんだ、スキーやってみたいんだって言っときながら、フロリダからワシントン DC に CPAC に参加しに来る学生さんの、そのやっぱり当事者意識の強さってすごいなって思いました。ですからこうスタンディングオベーションが鳴りやまなかったりあのするんだろうな、これアメリカの強さってやっぱりそこにあるんじゃないかなという気がします。この国づくりっていうかですね、はい、この建国の父の精神を自分たちもこう何とか引き継いでいこうっていうですね、そういうのが感じられました。トランプ大統領が何を話してたかっていうのもありますけれども、それよりもやっぱり参加している方々 の、 その当事者意識の高さ、はいはい、強さが一番やっぱり刺激的だったなというふうに思います。日本で、これじゃあどうやってやるかなって言った時にはハードル高いですよ。ハードル高い。そうですね。これは我々政治に携わる者の責任ですけれども、はい、やっぱりこうワンウェイなんでしょうね。コミュニケーションが。国柄も当然あります。アメリカは何もない、はい、ないところに、はい、国を作ったわけですから、はい、やっぱりその一人一人の国民の当事者意識っていうのがなかったら、はい、もう当にあの国はなくなってますね。日本の場合は。やっぱりご皇室があるおかげでどうしてもあのお上っていう意識があって、そういった意味での祭りごとへの当事者意識っていうのはどうしても育たない、そういう国柄っていうのはあるかもしれませんけれども、安心感というものがあるんですよね。この違いはやっぱり非常に大きいな。逆にアメリカ人はじゃあ愛国心というのはあるのかもしれないですね、そういう意味ではね。あ、もう右であれ左であれ、愛国心が強いですし、あのどちらかというと共和党民主党あった時に日本でいうと、はい、アメリカの民主党の方が日本の自民党よりも当然右派だと思いますし、そうですよね、軍隊を持ってるのは当たり前ですよ、なっちゃうね。そうですよね、どの議論にもならないですよ、なっちゃう、そんなくだらないことは。例えば日本の自民党がずっとやってきたことは、はい、いかに国民から税金を集め、それをどう再分配するかの、はい、それぞれの地域や団体の利害を調整して、まあまあなあなあ、うん、あるいは結論を出していく、いつもずっとやってきてるわけですね、はいはいはい、で集める税金じゃ足りなくなったもんだから1970年代から田中角栄が始めますけれども、赤字国債を発行して、はいはい、将来世代の取り分まで取って、はい、今使うっていう方向に、はい、向いて、日本の政治の基本はどうお金を集めてどうそれを分配するかがありますよね、はいはい、国会議員の役割はそこ、はい、私前回言いましたけど、やっぱりその立法といったことに対する興味よりも、うん、あの分配にどうしてもあの、うん、重点が置かれているような気が、うん、します。でそれはどちらかというとやっぱり
直近の例でいうとアメリカはオバマに近いですよね、はいはい、アメリカでいうと民主党の政策それなんですよ、はい、ずっと長年にわたって民主党がアメリカ民主党がやってきたことっていうのは業界団体を作り 業界団体の既得権を育て、はい、それによって国民にどう還元していくかっていう感性でアメリカの民主党も長年やってますし、はいはい、それをじゃあ打ち砕こうって言ってまず頑張ったのがレーガンだったりしたんですね、はいはい、でその後ブッシュそしてようやくトランプ、はい、でトランプもやはりどうしてもその今いろいろ政策出てきてますけれども、その既得権を壊そうと、うん、っていう形の政策非常にやっぱり多いです。そうですね、まあ、あとはアメリカなどでこう根付いてしまった、まあ、偽善ですね、まあ、人道主義という名のもとでこう違法に入ってきた連中にまでもういろんな権利をことごとく与えるということがもう自国民をいかにないがしろにしているかっていうそういうことに対する、そういう今までの現状に対する、まあ、アンチテーゼというか、まあ、正常化というのがすごい強いんだろうなと思って見てましたけど、そうやっぱりそういうところは感じられました、はい、先生おっしゃる通りで、その冷戦が終わってやっぱり目が内に向いてるんですね、でその国内問題に向いたときにその共和党支持者ですね、特の方々で多いのは、はい、例えば自分の生活、自分の仕事、そういったことを自分でちゃんとやると、うん、子どもたちだってきちんと育てるし、ね、税金だって必要であれば払うし、だけれども、わけのわからない犯罪に巻き込まれるようなことだけはしたくないと、うん、そうですね、なんとかしてくれと、自分は善良にこのアメリカ国民、アメリカ国民であることに誇りを持ち、国家に忠誠を誓い、頑張ってるのに、わけのわからない人間にいきなり強盗に入られる、うん、あるいは、殺されるとかそういったことは何とかしてほしい、つまり治安の悪化に対する懸念が非常に高まっているんですね、うん、でその治安の悪化の原因の大きな原因がやっぱり不法移民、そうですね、不法入国者、そういったことということの背景に、うん、やっぱり今回の壁、作るぞ、これもともと作ってるわけですよ、はい、クリントン政権もから作ってるんですけど、再分配政策ばっかりやってると優先順位が低いんですね、はい、民主党政権からしても、はい、じゃなくきちんとやっぱり、ダメなものはダメでやっていきましょうと、はい、ですから例えばワシントン DC でもメキシコ料理をやってるそのお店の方とか逆にですね、いや不法移民ちゃんとやってくれとメキシコからの、はい、ちゃんとやってるメキシコ人にしてみれば、ダメなメキシコ人とちゃんとするメキシコ人が一括りにされて、はい、なんかこう見られるのは本当これもう困る、そうでしょうね、黒人のタクシーの運転手だっていや自分は黒人だけれども善良のアメリカ人だ、うん、善良のアメリカ人と善良でないアメリカ人を峻別するのは当たり前の話だというふうにちゃんと言うわけですね、うん、で実際トランプ大統領は新しい政策で黒人の割合が多い大学とかに対する女性を増やしてるんじゃなかったかなと思うんですね。ああそうです早速ですから決してですね日本のマスコミが一方的に報道するような差別主義者とかですね、はい、白人至上主義者とか、はい、そういうレッテルはちょっとやっぱりフェアじゃないような気が、はいはいはい、異常なレッテルばりですね。異常なレッテル、まあ、そもそも不法移民を規制するっていうのは当たり前の話でそれをそうなんですよね、何かおかしなことのように言うこと自体がおかしいです、ね、日本のマスコミはかわいそうになってますからね不法の移民の人間不法ですからね。そうですよね。もっと言えばですね日本の政治家から見れば他国の内政にとやかく言う暇があるんだったらっていうのが正直な感想です、はいはい、そうですねでうちの話になってるとね森友学園になっちゃいますからね。極端すぎちゃうんですよね本当にちょっとすいません前半一回ここで切っていいですか。はい大丈夫です。ちょっとあの方から次は、はい、ちょっと一回切りますね。